すーちゃん、のび、こんばんはい。十二月ですね。十 <laughs> 二月になっても、ん？今日何日？今日十日か。もう早十日が過ぎましたね。こんばんはい。いよいよ明日だってそうだね、いよいよ明日。 山口県に行ってきます。ささがー久しぶりの山口だ。何年前だ？二千十七行ったの。多分二千十七か八かな。ラジオ。たのっちこんばんはー。中太郎こんばんざい。ときいたくんこんばんは。十二月を。 ルタお知らせあ山口山口のワンマンライブチケットの販売終了してるけど実は当日会場来たら入れるかもらしいのでというか入れるそうなので山口山口来れる人いるかな 山口今聞いてて山口県内に住んでるよとか近辺住んでるよっていう方いらっしゃいましたら是非お越しくださいそして12月13日のライブ是非来てほしいんですけど500円なんですよなかなか対盤で500円であんなにたくさん見れるライブないのでめちゃめちゃでっかい会場なのでふだライブ来,来ない。 人も来ないと来れない <laughs> なかなかお金ないよっていう人も <laughs> ストレート <laughs> ぜひ五百円ライブおすすめですアフロダイナマイト新曲お披露目しますイエーイワンダこんばんはともきこんばんざいオラチこんばんは j ールこんばんざい 年下女え何年下女誰狙ってる女がいんの年下女さが落としたことないから分かんないな落とすという気持ちじゃなくて惚れさせるって思うん、<laughs> ちょっとよく分かんない、まあ、やっぱ優しさだよねあと年上の余裕 ぐち山口先生楽しんでありがとう,もうめちゃめちゃさ朝早いから心配なんだけどちょっとでも寝たいな寝たいなという気持ち寝れるかなそんなに前だっけそう山陽小野田サンパークだの小野田サンパークたまち群馬県に住んでます 山口さんこんばんは山口頑張ってねありがとうございますこんばんは山口を楽しんでほしいです山路山口池川池さんの池川池さん誰池さん池川さんっていそうだねいるかなあと何どん,などんな方なの2018年か 何月だ、あれ。何月だったっけ。あ、でも、割と寒い季節だったかな。プリマ、魂だけ山口に送りつけます。あ,れありがとう、送り、送りつけてくれて、日本語喋れない。お金ないから、十三日いくか、お、おいで。十 <laughs> 三日。そうだ、台湾ライブで、そんなに見れて。五百円って、なかなかないからね。 500円プラスワンドリンクめっちゃでっかいトヨうスピットもう一流のアーティストさんがたくさんライブしてるところだからねなんか楽屋裏の通路にね写真撮影禁止だから写真とか撮ってあげらんないんだけどすごい大物アーティストさんのサインとかいっぱいあった。 おいでおいで新曲「アフロダイナマイト」初お披露目はもうね一回だけなんでうわ楽しみ今日もねみんなでね練習してたよ台風で飛行機飛ばなかったそうそうちょうどなんかね台風に見舞われた時みんなどうやって帰るかみたいになってた ほうやッホー東輝や,やっぺかっけそんなささに惚れた惚れたでしょ <laughs> 頑張って惚れさせろ惚れさせる余裕ささ <laughs> まあとか言って全然惚れられたことないんですけどひなやっほーヤッホーい恋多き男あれも山口に幽離脱していきます幽待離脱 そうなんだよね。笹川も幽体離脱。いっぱいしたい瞬間ある。あらち私の近況報告も。お近況なんかあった今月中には会いに行きたい。おいでおいでクリスマスの季節だからね。人肌恋しくなるでしょ。<laughs> シンゴちゃん、こんばんは。もきばん、ばんぎゃだけど美人系。え、何どこで知り合ったの 職場そんなえでも彼女さんできたらちょっとあんまり会える機会少なくなっちゃうんじゃない大丈夫バンザイジャパンにもバンザイジャパンとも会ってね <laughs> あれです毎度どう,もどうもどうもどうもケケこんちゃーす あいにゃ、こんばんざい。台風に向かって、あ、そう、なんかね。結構台風に向かって行ってる時とか多い。あとなんだっけ。いつかの。新宿ブレイズワンマンも。もう本当にその時だけめっちゃピンポイントで。台風で。ね。なくなっちゃったし。私は全泊で、都内うろうろしてます。いいからシャツでも。あ、そうだよね。

みんな沙こさんしてねささあんって選曲だとゆりさんさんしえしえそ,そんなこともないって言うとちょっとなんか失礼っぽそうだけど <laughs> えでもそう自分でも気づかぬうちにフォローしてたゆりちゃんだけいつの間にいつの間に自分フォローしてたか記憶がないんだけどどっかで。 どっか,でなんかフォロー気付かぬ間に触ってたのかなえー、でもうんちーりんちゃんかなここにいる方はみんな間違いなくさあさあに惚れてます惚れてるかみんなでさあさあさあはーい まあ山口楽しんでね。うわ。何 <laughs> のうわ。うわ。万 <laughs> 歳<ー>さんメンバー全員から矢印が伸びてるさ。<laughs> そんなこともない。13日も楽しみだし、17日も楽しみ。全部、全部楽しみ。<laughs> その気がなくても掘りさせる。そうなのかそしたらもっと人気になってる。 なおここでお知らせ鬼はお知らせ2回目なのでしようかな「バンザイジャパン」1月30日名古屋ワンマンそして3月20日なんと神田明神ホールでワンマンやりますイエーイワンマンライブたくさんできてありがたや。 みんなィ定を手開けてきてくれよなまっさんこんばんタジこんばんトモキインスタで見かけたの須坂カフェの共通フォロワーで引っかかってえー、じゃあそこでそれ共通のフォロワーさん調べたら分かるのかなトモキ万歳ジャパンなきゃ生きていけない今までどうやって生きてた お日帰りながら数えて年内順調にやってあと5回ええー、年内そっかもう12月もう2022年もうすぐなるもんねあと21日早いな5回2021年の笹川しっかり身をめて2022年になったらガラッと顔は違う人になってるかもしれないから。 この前台湾でラブスピさんとラウンズが一緒だったと思うけどメンバーとえないなお話ししたことはご一緒何回かしてるけどね友樹 LINEMUSIC2021 再生 BGR400 回おおえそう何か何人かねツイートしてくれた <laughs> 今年一番バン一番聞聴いてたみたいなありがてえいっぱい聴いてケロ な彼女がいてもお締めが一番っていうとか言ってたら一生タクだ <laughs> そうだよやっぱねお締め一番にして <laughs> そしたら彼女さんにもね怒られそうだね喧嘩の元になりそう <laughs> 彼女と私どっちがうん違うな彼女と私どっちが大事なの <laughs> これメンバーが言ってるあれだ <laughs> アイドルと私どっちが大事なのよ ジナジのお披露目リリーブだったの不思議だったなえ不思議お披露目でも本来リリースイベントリリースする曲だからね不思議でもないその曲はなんとおジナジェいっぱい聞いた「ジャンピナップジャパン」 ブレイズがダメ振り返って赤羽オン。えそれが、その振り返りなんだったっけだっけじゃじゃ彼女さんと一緒におし、いつかお子さんとこれ人生と見たり、す <laughs> ぐに悟り開いてしまった。ちりんちゃん、愛梨ちゃんに、しかし、ああ、見た目的な釣り目的なあれかな。高橋。 こんばんま山口なのか <laughs> お、山口来る <laughs> あうこちゃんさあちゃん,こん,んこんばんあめもんこんばんさいちょっとそろそろ写真変えよう何の写真が好き何の写真が好き 横の写真横の写真この前なんか楽屋で撮った写真があるな <laughs> すごいブレブレだけど楽屋で撮った写真なんだっけここ渋谷ザ・ゲームモキ今までは別の音楽で生きてました そこにバンザイジャパンが加わってしまったいいことだいスパパ明日飛行機乗れなかったらごめん14キ人1 4ロ一人一人小学生一人持ってるじゃん馬さ操作しやすい多色サイリウム買ったからおおって切り替えられるやったー緑振って振って緑いっぱい見えると嬉しい トのその子自分で服デザインしたいってたからそれも気になって、はあ好きになっちゃった惚れちゃったまあそんなことあるそれはそれで楽しみになってたなんだなんだっけトムこんばんはなかったかなかったななかったえ誰か推しメンがいるの ラブスピーさんから水さんに当期ランキングは2だって企画で稼いだ数だから実質1やったー一番聞いてるえでもすごくないだってさ知ったのが約半年前でさそっからもうググ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 ンっていっぱい聞いたわけでしょ急上昇すごい 当時の彼女に複雑って言われたオタク <laughs> えでもさ彼女さんがいたとしてこう公言してる人とさ公言してない人がいるよねあ公言っていうか彼女さんにアイドル好きだってことでも言ってない人の方が少ないのかなどうなんだろうででも逆に二人で どっっちもアイドルを知ってるパターンもたまにあるうきくんこんばんざいズパパ他の曲はワンマンだったりタイバなったまワンマンは確かに多いねワンマンを披露目浮世和歌も色彩からもそうだもんねプリマ彼女って何美味しいおいしい食べるとおいしい <laughs> サイコパス 家族で BJ 来たらえ本当にそれは素敵来てくれてる人とかもいるけどたまに娘さんとかとテイカーさん「豊洲ライブ500円すごいですねそうなの500円ライブ500円でアイドルさんたっぷり見れちゃうからねとってもお得入場料500円でそんなにでかいところ借りられるのすごいな」 なんでねいっぱい来ていただきたいですね <laughs> やっぱりとりあえずでっかい会場だからこそもう満員にしたいからねま麻、あ、さん新曲を見るのはおおシネマグラフ以来んでもシネマグラフのあと曲増えてない あ、あでもそっかあれ空の色の方が後にお披露目したのかく君新潟からはいありがとうこんばんさいただこんばーん13日ね待ってるねラフタ。笑顔こんばんさい写真またかよう どんな写真が好き何の写真がいいかな何の写真がいいかなちょっと待って横画面のいい写真を探してる結構横少ないな。 みんなの写真山口はナポスキに任せた私の役もしても <laughs> なんか二人見えるオッケーナポとマオを重ね合わせて見てるねナポに。 レッスンを送ったらそれすなわち真央に送ってることにもなるちょっと何言ってるかよくわかんないひなんて天変地異が起きてそんな状況になったら優秀不断なんだろうな <laughs> 推しも彼女も選べないそんなの選べないよミニターボここで自己紹介お自己紹介タイムバンザイジャパンというグループで活動してる新潟県の伝統師笹川笹だ出せ 俺が笹川さフ <laughs> アニメの自己紹介風俺は笹川笹 <laughs> バ,バンザイジャパンっていうグループで活動してんだ <laughs> ひょんなことから <laughs> ひょんなことからグループに加入してはや6年。 加入当初では想像もしなかったような髪色になっちまってる <laughs> な笹川笹です。あいこちゃんランチェキいっぱい作れたかな？そうランチェキねいっぱいいっぱいね。まだちょっと仕上げしてないんだけど、うんとね進捗で言ったら65%ぐらいできてるちょっと。 このあとの35%仕上げるにアのかあさっきの楽屋っぽいし渋谷のあのビルっぽい渋谷ザキヤンニわせの真相は緊急報告の時これは彼女か結婚だなニ <laughs> わせ食べるとおいしい食べるとおいしいのか彼女食べ かもしれない怖すぎあ二23時だ終わり時間だ安のりこんばんはたかし見たいとこ全然見られないから豊洲のちゃんおバンザイジャパンは栗ちゃんこんばんざーい見たいとこバンザイジャパン見たいけど時間的に見れないってことか 今更だけどなんでそんな綺麗な緑入ったのブリーチしてカラーした <laughs> それはそう <laughs> えなんか本当は普通に染める予定だったんだけど美容師さんがプラス3000円でヘアマニキュアっていうのをするとしっかり色入ると思いますみたいなブリーチ時間的に1回しかできなかったからじゃあそれにするかって思ったらね そうでも逆に深緑にしようとしてたから逆にそのまんま普通のカラー入れちゃった方が深緑になったかもしれないそのヘアマニキュアってのしたらねすごいモルディブの海になったモルディブかどこかその辺の綺麗な海の色。 でもこの写真だとすごいね多分照明で色の見え方違うんですけどこの写真はすごい緑緑してる実際もうちょっと青緑みたいな感じだったけどまあさ2回目のリリーベの渋谷一丸記憶昇で聞いた空の色はあ,あそうだねうん2回目だあれはその「M カード」のリリーベ1回目の時に パセラのとこでお披露目したから緊張した友き横川さんのスクショーならいっぱいある横になってるね笹がさんねさんいい写真カラフルめちかちか友き BGA×BGS のコラボライブすごすぎじゃん BB コラボ アイナさんとささハ持っててやばいやばいアイナさんのファンの方に怒られないかなそれその前に怒られるんの前に誰やあいつってなるかケイさんささん面白いな <laughs> アニメの自己紹介 <laughs> またアニメの自己紹介考えてこようあとアニメでよくありがちな絶対 現実現実だったら絶対言わないであろうアニメの自己紹介夫私は笹笹川笹 <laughs> 絶対絶対ほぼほぼないと思うけど名前言って名字名前言うパターン最初から名字言うと思うあっ笹川ですって この前アニメなんかのアニメ見てて思った何見てたんだっけ違う漫画だ漫画見てたんだまあそれナポに申し訳ないな <laughs> やめやめ <laughs> じゃあ重ね合わせるのはやめる <laughs> 会場のね会場のどこか にマオの亡霊浮いてるの見てるねひょんなことからひょんなことからグループに加入したささん今の紹介ささんの公式の紹介動画 <laughs> 恥ずかしい <laughs> 鈴木氏お知らせタイムあさって12月12日山口県宇部市時は湖水ホールでワンマンライブをやります ええー、前リンの販売は終了してるんですけれど当日もし会場に来たら来てくれたら当日券で入れるそうなのでぜひご来場お待ちしてます急遽おっ山口行きたくなったな」っていう人いたら <laughs> 大歓迎ですトラトラさんおやすみー。 すのりハートありがとう二重ハートハートいっぱいシンガちゃんお疲れ様でした奈こちゃん配信聞けてよかった行ってきまーすもう13日ね友キ、ゆっくり休んで休めないな <laughs> 2日間でも楽しんできます楽しそう久々の山口楽しみ今日15分やって飛行機で10やって明日の夜 まあね明日の夜っていう手もあるんだけどねちょっといっぱいいっぱい持っていくのがちょっと <laughs> プリム配信お疲れ様でしたありがとうまあいってらっしゃいあ山口だからフグかな <laughs> タンタンっておやすみ明日仕事頑張れのび明日から楽しい遠征にしような一緒にみんなでご飯食べたりしような たまき今回もいい色してるぜそういい色してるからねこれであ綺麗だなこれでいいやってなっちゃった赤緑ではないけど明日ささとれるの楽しみにいや寝坊したらあかんで <laughs> 寝坊したらまあ飛行機に乗れなくて自腹になっちゃうかなじゃあ終わりますありがとうございましたまたねおやすみなさい